大丈夫っすか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。
なんだこれ。生きてやったのか。なんだよ。はい、寝ぼけたガキ。この体よこせ。なんだよこの声。こんな都合よくはいかねえか。あれ？ったく、ど素人だ。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろな。なんだ。何か来る。喋るな。隠れる。いいから今は言う通りにしろ。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来るべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないことを知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。
まずは付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら、早く進め。指しするな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。渋谷なのか。
こだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ、それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後へ近づけ。恐れずにやることが重要だ。ああ、お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。